ポルトガルによるモロッコ占領セウタ征服は1415年8月21日にポルトガル王国によって行われた。これはアフリカにおけるポルトガル帝国の最初の一歩となった。アラブ人が東ローマ帝国からこの地域を奪った直後、セウタは711年のウマイヤ朝のヒスパニア征服の出発地となったが740年に破壊され、 再建は9世紀になった。10世紀にはあとウマイヤ朝の手に渡った。その後の数世紀、ムラービト朝とムワヒド朝、そして様々なアンダルシアの大派の支配下を転々とした。セウタは、ポルトガル人が占領する前の数十年間は、モロッコのマリーン朝とイベリアのグラナダ王国の間で、争われる政治的不安定の時期にあった。セウタ攻撃は、若い貴族たちに、 富と英語を勝ち取る機会を与えた。セウタ遠征の主な推進者は、王室の財政監督であるジョアン・アホンソだった。ジブラルタル海峡に面しているセウタは、アフリカを横断する、スーダン易の主要な終点の一つだった。また、ポルトガルの最も危険なライバルである、カスティーリャ連合王国を、側面から牽制することにもつながる、可能性があった。 ポルトガル王ジョアン・一世が率いるポルトガル艦隊は、アルガルベのタビラコーンを出発し、セウタの対岸のプンタカルネロ沖に停泊して、戦争評議会を開催した。1415年8月21日の朝、ポルトガル王ジョアン・一世は、セウタへの奇襲襲撃のため、息子たちと彼らの集めた部隊を率いて、サム・アマロ海岸に上陸した。 ポルトガルの200隻の船で運ばれた4万5000人の兵士がセウタの守備隊を油断をついて攻撃したため戦闘自体は激しいものではなかった日暮れまでに町は占領された8月22日の朝セウタはポルトガル人の手中にあった若きアルバロバズでアルマダの手によって形容されたセウタの旗は今日と同じものでありリスボンの旗とほぼ同じデザインだが中央に ポルトガル王国の紋章を置いたものだった。その後、艦隊はアルガルベの扉に戻った。都市からの略奪が行われたが、ジョアン一世の予想よりも収益は少なかった。彼は最終的に都市を保持し続けるという決定を下した。そうすることで、この地域からさらなる利益を得ようとした。だが、ジョアン一世の息子、国王ドゥアルテ一世の時代、セウタの植民地は、 ポルトガルの国庫の重荷となっていた。サハラ砂漠を越えるキャラバンは、セウタの代わりに、タンジールから旅立つようになった。つまり、タンジールの町がなければ、セウタの保有には公益上の価値がないことがすぐに、判明した。1437年、ドゥアルテの弟である、エンリケ公開王子とフェルナンド聖王子は、兄王に、マリーン朝のスルタンに対して、先端を開くように説得した。 その結果行われたエンリケに引きられたタンジール攻撃は大失敗に終わった。現地での交渉の結果として結ばれた急戦協定の中でエンリケはポルトガル軍が無傷で帰還できるようにする見返りとしてセウタをマリーン町に返還する約束をしていた。フェルナンドはその利口の人質として残り、旅収の身のまま生涯を閉じることになる。セウタを領有したことは 間接的には、ポルトガルの勢力拡大につながった。ポルトガルが勢力を伸ばした、モロッコの沿岸地帯では、穀物、牛、砂糖、繊維、魚、皮、ワックス、蜂蜜などがあった。セウタは43年間の孤立に耐えた後で、アルカセル・セゲール、アシラーとタンジールの占領地と統合された。セウタは、アルカ・ソバス条約とトルデシリアス条約によって、 ポルトガルの支配地として認められた。ありがとうございます。